ガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼マシン。うちは、ね、パーク立ち入り禁止なんで。そうがいいんだ。毒物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太のアメとコスケです。こいちです。今回はですね、はい、ジブリ放送禁止作品よ。またまたジブリがやってまいりました。10万人の僕たちならできるジブリ都市伝説ですね。だからといって著作権は違法できないですけどね。なるほど。そろそろね、お墨付きいただいてもいいんじゃないかなと。そうですね。提供ジブリということで組めるかなと思うんですけども、絶対ないです。ってことで今回はですね、はい、地上波では絶対に放送できないジブリ作品ご紹介していきます。どうぞ。はい、どうもこんにちは、こいちです。今回はジブリの放送禁止作品、これをご紹介していきたいなと思います。厳密には放送禁止かどうかっていうのはテレビ局内部の人にしかわからないことなので、ここでは放送禁止と噂されている作品と実際に全然放送されてない作品についてご紹介していきます。だから、いや放送禁止じゃねえじゃんっつって怒ってる方は、どうかコウスケを許してやってください。それではやっていきましょう。まずはホタルの墓です。太平洋戦争の末期に兵庫県に住んでいたセータとその妹節子が6月5日の神戸大空襲で母親と家を失い、父親の親戚の家に身を寄せるという話です。このホタルの墓は今でこそ全然放送されてないんですけど、昔は8月の終戦記念日の前後によく放送されていたんですよね。ただ2009年の8月から2013年の11月まで約4年間放送されない期間があったりとか、近年では金曜ロードショーなどのテレビ放送がだんだんと減ってきています。まあその理由は戦争のシーンが子供たちにトラウマを与えるからといって、テレビ局にたくさんのクレームが入ったと言われているためです。そういう意見があるからか、最近ではセータの息絶えるシーンがカットされて放送されていました。他にもサクマ式ドロップの衣装権争いが関係しているんじゃないかと噂されています。実はサクマ式ドロップっていうのには、漢字のサクマ製菓のサクマ式ドロップスとカタカナのサクマ製菓のサクマドロップスっていうのがあるんですよ。なんでこれ2種類あるかっていうと、もともとあったのは漢字のサクマ製菓のサクマ式ドロップスだったんです。ただこの漢字サクマのサクマ式ドロップスは第二次世界大戦で原材料を入手できなくなって、漢字サクマ製菓は一度倒産したんです。そして終戦後、漢字サクマ製菓の元社員が作った漢字サクマ製菓と前の社長の三男が作ったカタカナサクマ製菓の2つのサクマ製菓ができてしまいました。そしてこの漢字サクマとカタカナサクマの2つのサクマで衣装権争いが起きて放送禁止になったのではないかという噂が流れたんです。ただこのサクマサクマ争いはあくまで都市伝説で、このサクマサクマの裁判はとっくに終わってサクマサクマしているので、実際には視聴率の低迷化が大きいというふうに言われています。2つ目、海が聞こえる。海が聞こえるは1993年にスタジオジブリが制作したアニメーションで、映画ではなくテレビドラマとして放映されていました。高知県の高校を出て東京の大学に進学した主人公の森崎拓、彼が吉祥寺駅のホームでよく知っている人物に似た女性を見かけるんです。それが高校時代に東京から転入してきた武藤理香子。拓は同窓会のために高知へと帰省して、高校時代の回想をメインに物語が進んでいくというジブリ作品にはとても珍しい青春ド直球作品なんですけど、なんとこの海が聞こえるがテレビ放送されたのは過去に2回だけなんです。なんでかっていうと、そもそも72分間しかない作品だからテレビでは放送しにくいという事情があるんですけど、実はもう一つ放送しづらい事情があるんです。それが未成年の飲酒喫煙シーンです。まあ、それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。海が聞こえるが2011年にテレビ放送された時は、この作品には未成年の飲酒喫煙シーンがありますが、原作の作品性、原作者の意図を尊重し、オリジナルのまま放送いたしますというテロップが入っていました。まあ、テレビアニメの規制がどんどん厳しくなっている現代では放送するのが難しい作品なんです。まあ、それで言うと、コウスケは高校の時に酒飲んでタバコ吸ってドラッグやりながらパチンコ打ってたんで、それぐらいいいじゃんっていう風には思うんですけどね。ポニョ、乳首好き。はーい。3つ目の作品が平成たぬき合戦ポンポコです。1994年に公開されたこの映画、舞台は東京の多摩。そこに住むたぬきたちはのんびり暮らしてたんですけど、人間の自然破壊によってたぬきたちの餌場がどんどん少なくなっていました。そこで自分たちの住処を守るために先祖から教わった化け学で人間たちに対抗しようとする映画です。実はこの映画は2006年から2013年の間にテレビ放送がない空白の7年間というのが存在していました。この時に放送禁止説というのが出ていたんです。じゃあなぜ放送禁止説が出たかというと、この映画はたぬきとは金玉が出すぎてるんですね。金玉をパラシュートにしてるし、金玉を振り回して戦ったりもしてます。さらに冒頭でオロクバーというキャラクターが、タヌキが増えすぎて住む場所がない、殺し合え、子供を増やすな、
ぶっ殺せみたいな風に叫んでたりとか、普通に神社の賽銭泥棒したりとか、タヌキと人間が殺し合うシーンとかがあって、そういった過激な描写が結構多いんですよ。そんな風にしていたポンポコはテレビ局にめっちゃクレームが入ったらしくて、支持率が悪いから放送禁止だったんじゃないかという風に言われています。まあ僕も普段街を歩くときは金玉出してるんですけどね。そして4つ目が崖の上のポニョ。2008年に公開されたこの映画は、海辺の小さな町で崖の上の一軒家に暮らす少年ソウスケ、彼がある日海岸でジャムの瓶にはまって困っていた魚の女の子ポニョを助け出しました。そしてこの二人が少しずつ絆を芽生えさせていくという物語なんですけど、この作品が初めて地上波放送された2010年2月の時の金曜ロードショーは視聴率 29.8% とものすごい人気があったんですよ。でポニョに関しては実際放送禁止になったわけじゃないんですけど、もしかしたら禁止になっちゃうんじゃないかというふうに業界で騒がれていた時期がありました。それが2011年の東日本大震災の時です。ポニョの作中には大きな津波が街を飲み込むシーンがあって、東日本大震災で多くの日本人が心を痛めている中で、ポニョのあのシーンはトラウマを思い出させてしまう可能性があり放送禁止になると言われていました。これちょっと都市伝説的なことを言うと、実際にポニョの公開日に東北で地震が発生して津波警報も来ていたんです。その時宮崎駿監督自身もポニョが来たのかなと意味深なことを言っていました。そして東日本大震災が発生し、ジブリファンの間では宮崎駿予言者説が上がっていたんですけど、監督はもちろんこれを否定しています。さらにこの映画では津波の後ソウスケとポニョは死後の世界にいたという都市伝説があります。実際に鈴木敏夫プロデューサーがソウスケとポニョの旅の行き着く先はあの世だったというふうに話しているんですね。大きな津波が街を飲み込んでその後あの世を映している作品となると放送禁止になるんじゃないかという噂が流れてもまあおかしくはないですよね。ただこれは実際には東日本大震災が発生してから1年半後に金曜ロードショーで放送されていました。この作品に関してはこれからもテレビ放送される可能性があると思います。ということで以上、ジブリの放送禁止作品でした。なるほど。放送禁止ってちょっとなんか言い過ぎな感じはあったんだけど、うん、今特に難しい時代だから。そうだね、いろいろあるのかもしれない、うん、俺らも気軽におちんちんって言えないもんね。しか言ってないまであるけどね。おちんちんしか言ってないよ。アナルとか言えないよね。おめえさっきの500円玉何なんだよ、乳首のふざけるなよ。ってことで放送できないとか言われてますけど、実際のところどうなのか、はいはい、極太としての見解をお聞かせいただきたいなと思います。はい、単刀直入に言いましょう。できない時もあります。まあそうでしょうね。はい、皆さんジブリ好きですか？買うなり借りるなりしてください。テレビで放送されるから見ようとか、うん、そういう浅ましい考えをやめましょう。好きなら買うべきです。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。国人のおまけ、ジブリとしてんすこなジブリ珍しいシーンということで、うん、魔女の宅急便にはですね、うん、こっそりトイレに行く機器が描かれているそうです。そんなのあったっけ？ちょっとどこか思い出せないんだけど、はいはい、そもそも魔女の宅急便って、うん、思春期がなんか一つのテーマらしくて、このトイレのシーンが、うん、トイレに行ったっていうことを、うん、誰にも知られたくないという、うん、思春期を表現したものらしいんですよ。なんかでもなんかあるよね、学校でなんかうんこしたこと誰にも知られたくないみたいな。あー、でも小学生までなんじゃない？まあ確かに中学生でうんちしてたからってさ、そうだな、おい、うんちしてんじゃねえよって言ってるやついたか？いなかったねちょっとなんかおかしい思春期なの。確かに成長期っぽい感じですね。まあでも女の子、まあそうだね、あるのかな、わかんないですけど。キキの場合誰に知られたくねえんだよっていう。お園さん、お園さんに知られたくないかな。よくわかんないですけどね、性癖が出てんじゃないですか、監督のやっぱ可能性ありますよね。ああ、そうあるべきなんだね、うん、まああくまでそういうことあるよね、思春期はっていうこと。ああ、まあまあそう、そうですね、うん、なんかだから気にも留めないことを気になるシーンっていうのを描きたかったってこと、うん、そういうことそれがトイレの一つだったんじゃない。そういうことです、ね、思春期ってやっぱ多分頭おかしいんで、きっと。以上でしたか？以上です、皆さん、ジブリはねこういった細かい描写がね散りばめられているんで。本当にそうですね。なんかだから意外とこう一コマずつ見ていっても楽しいかもしれません。また次回のジブリ都市伝説でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。